かわいい寝顔。ガーナ、あなたはまさに理想の人。こんばん、レム睡眠。地獄の案内人、ゴクちゃんだぜ。おーい、一星さん。ダメだ、完全に眠ってるな、こりゃ。この人どうしちゃったの？なんかの魔法かトラップで眠りについちまったんだ。さーて、俺が一星さんを起こしている間、みんなは今日のお話をお楽しみに。それじゃ、どうぞ。今日から一人暮らし、楽しみだな。私の名前はガーナ・アルカラム、殺し屋一族の次女。普段は実家で家族と暮らしているんだけど、今日から一人暮らしをすることになったの。というのも、実家から遠い国で長期任務に就くことになったから。この国の大きなマフィア組織を壊滅させるっていう内容なんだけど、なかなか大変そう。ボスを倒しただけじゃ報復とかもあるだろうし、全員完璧にこの国から消すために時間をかけてコツコツとやっていくんだ。お父さんに教えてもらった住所はこの辺のはず。今回住む家はお父さんが用意してくれた。お父さんの友人が大家をしているマンションで、私の事情も分かってくれてるから動きやすいんだって。あった、思ってたよりずっと綺麗。あら、あなたがガーナちゃんね。はい、マンションの住人さんですか？おかしいな、このマンションは今誰も住んでいないと聞いていたのに。住人じゃなくて大家です。お父さんから聞いてない？ええ、じゃああなたがハオさん？その通り、お父さんのお友達のハオです。今は大家業をして暮らしているの。なんか想像と違った。あら、どんな想像していたの？お父さんからとても寡黙な友人だと聞いていたので、生真面目そうな人が出てくるのかと。シュクレと会わなくなってからもう随分時間が経つものね。認識と現実にギャップがあっても無理ないわ。ギャップというより別人みたいだった。でも実家にいる時に写真で見せられたハオさんの姿の面影はある。今は綺麗にメイクされた顔だけど、間違いなくお父さんの友人のハオさん本人だ。少しびっくりしたけど、いい人そうだから安心。しばらくお世話になります。こちらこそ。シクレには大金を振り込んでもらったのよ。私にできる限りのサポートはするからね。ハオさんは昔情報屋として名を馳せていたらしい。私のターゲットの情報も彼から手に入れられるよとお父さんが言っていたし、信頼できる人ってことだよね。とりあえず今日は部屋でゆっくりしたらどう？二ほどきもあるでしょうし。ああ、ある程度の家具は私の方で用意しておいたから、気に入ってもらえると嬉しいわ。はい、これ鍵よ。わーい、ハオさんありがとう。私はこのマンションの向かいに住んでるから、何かあったらすぐ連絡ちょうだい。はーい。シュクレの娘さん、とっても可愛い。あんなに大きくなって、会わなくなった期間にお互いいろいろあったのね。私も本当なら、いいえ、やめておきましょう。私は今ただの大家なんだから。ハオさんすごくセンスいいにゃ。あれもこれもかわいい。こんな部屋で一人暮らしができるって夢みたい。実家も好きだけど、期間限定ならこういう生活も最高だ。好きなだけテレビ見たり、お菓子作ったり。もちろん最優先はマフィアの壊滅だけどね。着替えとか持ってきたものとか整理して、今日は寝ようかな。また明日ハオさんに情報もらいに行こうっと。移動だけでだいぶ疲れちゃった。昨日はよく眠れた？はい、とっても快適でした。それはよかった。ガーナちゃんは今回マフィア組織を壊滅させるってことだったわよね。ボスと幹部の情報はこれよ。最新のものだから間違いはないはず。ハオさんは綺麗にファイリングされた書類を渡してくれた。すごい、ハオさんは本当に優秀な情報屋だにゃ。やめてよ、元情報屋なんだから。
でも未だにこんな情報を集められるんだもん。元気でもおかしくないよ。まあ何かを調べるっていうことは今も続けているから腕は落ちていないのよね。何を調べているんですか？ガーナちゃんは知らなくていいのよ。ハオさんは少しだけ寂しそうな顔をしていた。何か事情があるんだろうけど詳しく聞くべきではないのかも。ところで今日は何をするの？早速仕事？ハオさんがくれたこのファイルを頼りにマフィアのアジト周辺を調べてみます。この辺りの観光にもなりそうだし。あははは、いいわね。気をつけていってらっしゃい。私はハオさんに見送られ出かけることにした。出かけてしばらく経った時には私はすでにこの国のことが好きになっていた。景色も綺麗だしショッピングできそうな場所もたくさんある。何よりすれ違っただけの人たちが挨拶してくれるんだ。こんにちは。あ、こんにちは。観光ですか？この近くに引っ越してきたんです。そう、この辺りはとってもいいところですよ。あなたが気に入りますように。って言ってくれた素敵なお姉さんとか。こんにちは。こんにちは。見ない顔だね。迷子かい？迷子？私そんなに子供じゃないですよ。おや、失礼しました。とても可愛らしいお嬢さんだから若く見えてしまったよ。可愛い？いいって褒めてくれたおじさんとか。すっかりいい気になった私は誰にでも自分の方から挨拶するように。老若男女関係なくいろんな人と話をした。でもこれが間違いだったんだ。まさかこの時に目をつけられていたなんて。今日は充実した一日だったな。敵陣視察もうまくできたし、この辺りのことも知れたし、ハオさんが作ってくれたご飯も美味しかった。私ここなら永住できるかも。あ、さてそろそろお風呂に入って。え、誰か来た。ハオさんかな。モニターを見るとそこに映っているのは配達業者みたいだった。しかもなんだか見覚えがある。この人って。はい、こんばんは。配達に来ました。ってガーナさんでしたよね。やっぱりそうだ。この人昼に挨拶した。配達業者の人で一生懸命働いていたんだよね。名前は確かレオさんだ。こんばんは。私に荷物ですか？はい、このお荷物で。って間違えました。他のマンションでした。名前も違いますし、あなた宛てじゃないですね。そっか。すみません、ご迷惑をおかけしました。失礼します。お疲れ様です。レオさんは焦った様子でいなくなった。間違ったなら仕方ないよね。もう朝か。あ、その日目を覚ますと部屋の中になんだか違和感を覚えた。具体的にどこと言えるわけじゃなく、なんとなく変な感じがしたんだ。なんだろう。私昨日ちゃんと鍵かけたよね。チェックしてみると施錠はバッチリ。何がおかしいんだろう。部屋のものが動いているわけでもないし。まあいいや、出かけようっと。完全に気配を殺していたのに敏感だな。忍び込む時にはもっと気をつけなきゃ。あ、お姉さんだ。おはようございます。あら、おはよう。おじいちゃんもおはよう。おはようね。すっかり馴染んでるわね。おかげさまで。もう仕事のことなんて忘れちゃいそうですよ。シュクレに報告したら叱られちゃうわね。それだけは勘弁。冗談よ、しっかりやってるって伝えておく。そういえばお父さんとハオさんは仲良しだったんですよね。今でもやりとりできるくらい。それなのにどうして会わなくなったんですか？シュクレが家庭を持ったこともあるし、何よりあの頃は私の。ハオさんの？ああ、なんでもないのよ。お互い忙しかっただけ。
情報屋を辞めたいことといい、今回のことといい、ハオさんは過去に何か話したくないことがあったのかもしれない。今は明るくて素敵な人に見えるけど、何を抱えているんだろう。やっぱり気になりながらも、私はそれ以上突っ込まなかった。今日は爆弾に必要な材料を買えてよかった。ハオさんの顔、広すぎるにゃ。でもおかげで仕事しやすくて助かる。また誰か来た。はーい。お届け物です。今度こそガーナさん宛てで間違いないですよ。レオさん、こんばんは。こんばんは。サインお願いします。はい。ありがとうございました。差出人の名前、知らない人だ。気をつけて開けてみよう。え、ただのお菓子じゃん。毒も入っていないみたいだけど、なんとなく気味が悪くて食べることはできなかった。それからというもの、レオさんは毎日のように荷物を配達してくる。差出人はいつもバラバラで知らない人。中身も雑貨だったり、服だったり、害のないものばかりだった。それでも不気味なことに変わりはない。放置しておけばいいかと思っていたんだけど、ある日最悪なことが起きてしまった。ん？置き配なんて頼んだっけ？朝出かけようとすると、玄関ドアを開けてすぐのところにプレゼントボックスが置いてあった。差出人の名前は書いていない。っていうか、ボックスには私の住所が書かれた形跡さえなかった。誰かが配達業者を頼ることなく自分でここまで持ってきたってことだ。どういうこと？恐る恐るそのボックスに手を伸ばす。マフィアに私の存在がバレた様子もこれまでないし、一体誰が？ボックスを開けてものすごく後悔した。中身は元の姿を予想できないほどぐちゃぐちゃに潰された何かの肉だった。カワイたちが異臭を放っている。さらに奇妙なのは、その肉の上に、ガーナ好き、と書かれた手紙が置いてあったことだ。ガーナちゃん、大丈夫？だいぶ落ち着いてきたにゃ。信じられない、こんな嫌がらせ。私はすぐにハオさんを呼び事情を説明した。今回の荷物のこと、毎日知らない人から荷物が届いたこと、そして部屋に違和感を覚えたことがあったこと。どうしてもっと早く相談してくれなかったの？大したことないと思っちゃって。大したことあるわよ。荷物もそうだけど、部屋の違和感。私が貸した部屋に侵入者がいたかもしれないってことでしょ？でもはっきりとした気配を感じることができなくて。これでも私殺し屋だから、普通の侵入者には気づけるはずなのに。それは確かにそうね。アルカラムの目をごまかせるほどの侵入者なんてそうそういないわ。荷物も害がないものばかりだしって、放っておいたらこんなことになってしまいました。これってストーカーよ。ストーカー？あなたのことを好きっていうメッセージがあったんだもの。そう考える方が自然。部屋に侵入したのも、毎日荷物を送ったのも、そのストーカーのせいじゃないかしら。誰か心当たりはない？レオさん。え？配達業者のレオさんです。彼、一度私の部屋に間違えて荷物を持ってきたことがあって、それ以来毎日私宛ての荷物が届くようになった。なるほど。それは確かに怪しいわね。そのレオって男が差出人の名前を適当に書いて、あなた宛ての荷物を出し、ガーナちゃんと会う口実を作っていたとも考えられるわ。配達先を間違ったせいで住所を知られちゃったのね。その前に街で挨拶したこともあります。その時に目をつけていたのかしら。いずれにせよ、許せない。ストーカーなんて、この世で最も憎むべき相手だ。え、ハオさん？ごめんなさい。私としたことが。とりあえず、すぐにそのレオって男のこと調べるわ。心配だから、今日は私の家に泊まりなさい。いいんですか？もちろんよ。シクレの娘さんに怖い思いなんてさせられないわ。その日私はお言葉に甘えてハオさんの家で過ごすことにした。ハオさんはレオさんについて調べてくれたんだけど。おかしいわ。何がですか？レオに犯行は不可能なの。え？
レオは昨日の夜から休暇を取って旅行に行ってる。夜には玄関前に荷物がないこと確認したのよね。はい。仕事に行って帰ってきた時は何もなかったです。レオにはあのプレゼントボックスを置くことができなかった。それだけじゃないの。彼が毎日ガーナちゃんに荷物を持ってきていたことは事実だけど、その荷物を出したのは彼じゃない。受付の人が証言しているわ。ガーナちゃん宛ての荷物は帽子を深くかぶってサングラスとマスクをつけた人が持ってきてたって。レオはその時間仕事をしていたから無関係よ。彼が誰かに頼んで出してもらっていた可能性はないですか？それこそありえないわね。レオが犯人なら受付を介さずガーナちゃん宛ての荷物を持っていけばいいだけだもの。ああ、そうか。レオが犯人だと思われるよう誰かが仕組んだのかしら。自分から目を背けるために。ガーナちゃん、この街に来てからどういう人と出会ったか思い出してリストアップしてくれない？そのリストの人間を私が徹底的に洗うから。わかりました。でも申し訳ないです。私のためにこんなに時間を使ってくれて。気にすることないわよ。言ったでしょ？私ストーカーって大嫌いなの。絶対に許せない。ハオさん。その日からハオさんは寝る間も惜しんで私のストーカーを見つけるために動いてくれた。私が道で挨拶しただけの人のことまで調べてくれたんだ。でも何人調べても私のストーカーっぽい人は見つからなかった。ハオさん、もう諦めるしかないかもしれません。この期間に私が出会った男性はこれ以上いません。は？それよ！びっくりした。私たち固定概念にとらわれすぎていたのかもしれないわ。どういうことですか？これまでは男性にターゲットを絞って調べていた。ガーナちゃんは女性だからって理由で。でも誰かを好きになるのに性別なんて関係ないわよね。それってつまり、ガーナちゃんのストーカーは女性だったのよ。こんばんは。あら、こんな遅い時間に。こんばんは。待って、あなたに話があるの。え？チェリーさんよね。どうして私の名前を？お姉さん、いつも私に挨拶してくれる素敵な人。この街で初めて話しかけてくれて嬉しかった。だからこそ、信じたくなかったにゃ。あなたがストーカーの正体だったなんて。言い訳はできないわよ。こっちはあなたについて徹底的に調べ尽くしている。だから知ってるの。あなたが黒魔術に浸水していることもね。そんなことまで？あなたは魔術を使って何度も私の部屋に侵入していたんだね。気配を認識させない魔術があるなんて、私びっくりしちゃった。気づけないわけだにゃ。荷物を送りつけてストーカー行為の罪をレオになすりつけようとしていたわね。しかも動物の死骸や好きというメッセージを送りつけてガーナちゃんを怖がらせて。誰が誰を好きになっても変なことではない。でもあなたの方法は間違いだらけよ。もっと真正面からぶつかりなさい。ハオさんがそう言うとチェリーは目を見開いて笑い出した。はぁ、あ、何を言ってるの？私がこの子を好きですって？黒魔術のことまで調べていたのに、とんだ勘違いをしたものね。どういうことなの？私はガーナを好きなわけじゃない。ただ私の糧にしたかっただけ。糧？黒魔術にはね、いろんなものがあるのよ。さっきあなたたちが言った気配を消せるものだったり、永遠の美しさを手に入れられるものだったり。まさかあなた。私は美しいままで存在したいの。そのために生贄が必要なのよ。若い女の生贄がね。じゃあ、あなたは私を生贄にするために？その通りよ。しかも若い女を怖がらせれば怖がらせるほど効果は高まると言われている。だから私はストーカーがいるように見せかけるなんて面倒なことをしたわけ。ああ、残念。もうすぐ殺しに行こうと思ってたのに。あなたの美しい肌、髪が手に入るはずだったのに。
殺すってどうやって？とっても残酷よ。まずは手足を切るの。そこから流れる血を瓶に移し替えてね。で、その後は頭を。のか。ハオさん？私の、俺の婚約者を殺したのは、あんただったのか！突然話し方や雰囲気が変わったハオさんに驚くことしかできなかった。でも、婚約者って？何の話？15年以上前のことだ。俺には婚約者がいた。その時期にこの土地に流れ着いて二人で仕事をしていたんだ。で、婚約者はストーカー被害に遭うようになった。俺がいるにもかかわらず犯人を見つけることはできなかったんだ。まさか黒魔術を使われていたとはな。ある日、婚約者は殺されてしまった。まさにあんたが言うような殺され方だった。あいつは、手足と、頭を。ハオさん！ああ、思い出したかも。婚約者って、とっても綺麗な瞳のあの子かしら。どこかですれ違って一目惚れしちゃったのよね。あの子はいい生贄だった。おかげでこんなに美しい私がいるのよ。感謝してる。あんたを警察に突き出せ。きっと大勢殺しているんでしょ。ちゃんと罪を償って。バカなこと言うのね。証拠なんてどこにもないのよ。黒魔術の存在も警察は認めないことでしょう。悔しいけど、あなたのことは諦めてあげるからさ。見逃してよ。婚約者のことだって昔のことじゃない。チェリーは悪びれる様子も見せずそう言った。確かに彼女の言うように警察に捕まえさせるだけの証拠がない。このままじゃ逃げられてしまう。ガーナちゃん。ハオさん。依頼がないと殺しをしないんだったよな。ただの人殺しじゃなく、あくまで殺し屋だから。俺が依頼人になる。ガーナちゃん、あの女を殺してくれ。婚約者を奪ったあいつを。了解。は？殺し屋？冗談はよしてよ。冗談じゃないにゃ。人は見かけによらないものだよ。あなたが黒魔術の使い手だったように、私はプロの殺し屋なの。ちょっと。とっさのことだから黒魔術を使えないでしょ。生贄を捧げる暇も術を唱える暇もないもんね。あなたはこの世にいちゃいけない。せいぜい地獄を楽しんで。いやー、ハオさん、終わったよ。ありがとう、ガーナちゃん。本当に。ハオさんはしばらくの間、婚約者さんのために泣き叫び続けた。もう大丈夫ですか？ええ、すっかり元気よ。ハオさんは元のハオさんに戻っていた。すっきりした顔している気がする。いろいろとごめんなさいね。驚いたでしょ。ハオさんに婚約者がいたなんて。私、今はこんな感じで過ごしているけど、昔は寡黙な男だったのよ。シュクレはその時の私しか見ていないの。私ね、ずっと演技してた。演技？この話し方とか見た目とか。どうしてそんなことを？こういう人間でいると相手が油断してくれるの。寡黙な男のハオより今の姿のハオの方が心を開きやすいでしょ？それはまあ確かに。私、情報屋を辞めて婚約者を殺した犯人だけを捕まえることに集中してた。この土地でだけ情報を得たくてね。そのために親しみやすいキャラ作りをした。それが今の私。がっかりした？もう私どっちも大好きだにゃ。自分のことを俺って呼ぶハオさんも、私って呼ぶハオさんも。ガーナちゃん、本当にありがとう。あなたがいたおかげで犯人にたどり着くことができた。自分を優秀だと思っていたけど、まだまだね。一流の情報屋を名乗るなら、あらゆる偏見は捨てなくちゃ。え、
ってことは。ええ、今日から情報屋を再開するわ。私の第二の人生の始まりね。やった、お父さんもきっと喜ぶ。いつかシュクレにも会いに行くわ。その時はどっちのハオさんで会うにゃ。気分次第かしら。どっちの私も本当だしね。ウィンクするハオさんはとってもかっこよくて綺麗だった。さあさあガーナちゃんも早く仕事しなくちゃ。遅れが出ているでしょ。完全に忘れてたわ。怒られちゃう。本当に可愛らしい子。せっせいせい。やっと目覚めたか。おはよう、ネボスケさん。そうでした。私としたことが死神の罠に。己、許さん。ゴクちゃん、この借りは後で。ああ、行っちまったよ。まあいいけど。みんなも、ストーカーと死神の罠にはご用心だぜ。それじゃ、バイバイチーン。ただいま。え、もう戻ってきたの？予定より早くマフィアの始末完了しました。黒魔術も使わないただのマフィアだし、ちょろいもんだにゃ。さすがね。じゃあもう実家に帰っちゃう？もう少しだけここにいたいかな。ハオさんともっとお話ししたいし。大歓迎よ。それじゃシュクレの昔話でもしましょうか。やったー。